ヒートテックあるじゃない、うん、ね、うん、あのタイツの、ええ、の極暖ってあるじゃん、それの上の超極暖ってのがあるんだよ。もうあれ1枚入ってたらもうあれだけでいいよ。いや、あれだけでもマチ歩けいや、マジあれだけではマチ歩けバリア高いから。俺さ、それで調べたのよ、極暖とかあるじゃん、うん、でも極暖をさ、触らせてもらったのこの前、その着てた人がいて、はいはい、やっぱ結構ちょっと分厚くない、ちょっと、まあ、ちょっと肝がついな、肝っていうかな、これね、ユニクロさんが調べたんだって。ヒートテックを2枚着たら2倍のあったかさになるの知ってた？へえ。だから M サイズの人が M サイズのヒートテックを着るやろ、したら1枚分のあったかさ、うん、でもこれに L サイズのヒートテックを着たら2倍になるのあったかさ。本当だ、本当、これもうデータが出てるわけやから。お、じゃあそっちの方がお得かもしれないね。ちょっと面倒くさいのはあるかもしれない、あるかもしれないけど、ね、2枚で2倍になるんやったら、あったかさがだから3枚来たら3倍になるわけよ。いや、もうあっさつやろそれだから、それこそその3枚でいいや、もう。そうそういやそうそうまずいよ。だからその2倍、なんか空気の層ができることが大事なんだって。で S サイズの人がね、 S サイズを2枚着るとちょっと空気の層があれだから、うん、S サイズの人は次2枚目は1サイズアップで着てくれと。あ、同じじゃなくて。そう、これすごいやろ。うん、まあそうやな、その2枚は発想がなかった。そうやろ、うん、やって。あとサーファーの人いるじゃん、うん、あれ中着てる人いるの知ってる？どういうこと？え、なあ、ウエットスーツの中に、うん、え、ウエットスーツ自体があったかいからいらない。いやいや、ウエットスーツの下にもう1枚着んのよ、ヒートテックを。へー、あったかいんで。でも結構水濡れたら一緒なんじゃないの？いやいや、もうやっぱ保温性が違う。へー、そうなの。知らんやったやろ。知らん、来た方がいい。いや、もうそんなサーフィンするんならね。いや、申し訳ないけど、もうオープニングから目やにつけてそんな言われてもそんなことは言われてもちょっと俺も全然説得力ないけど。取ってよ、それは最初。ごめん、今気づいた。